御所俳優の片瀬里乃、極道の女たちシリーズは本当にかっこよかった。魅力的だと感じてるのは私だけじゃない。やっぱり片瀬里乃は芸能人からもめちゃくちゃモテてたらしい。あの世界一有名なギタリストエリック・クラプトンともそういう関係だったんじゃないかって話もある。もちろん日本の芸能人も、例えば成宮博樹や市川海老蔵、しかも市川海老蔵の初めてが片瀬里乃なんじゃないかって噂が。海老蔵の元カノが週刊誌にこの話を垂れ込んだことがきっかけで、この噂が出てるみたい。当時中学生の海老蔵の初めてを、って、真相はいかに？